LE-5 エンジン展示モデル LE-5 は宇宙開発事業団が航空宇宙技術研究所や三菱重工業、石川島リマ重工業と共に開発したロケットエンジンである。液体酸素と液体水素を推進剤とした実用ロケットエンジンとしては日本初のものである。H1 ロケットの第二弾用エンジンとして1975年から開発が始められた。 基礎と燃焼器の製造は、ミ・ターボポンプとガスジェネレーターの製造は IHI が、それぞれ担当した。開発にあたっては、ナスダやノルよりも、基礎研究で先行していた東京大学宇宙、航空研究所の7トン級ロックス、LH2 エンジン e s 7 0 2や10トン級、ロックス、LH2 エンジン ES-1001 の成果を、コンポーネントレベルでフィードバックしており、 LE-5 の開発に失敗した場合には10トン級エンジンをバックアップとして使用する予定であった。軌道上での再着火を考慮して設計されており、H1 ロケットの運用において初めて軌道上再着火に成功した。以後再着火能力は LE-5A にも引き継がれ、LE-5B では再再着火まで可能となっている。LE-5A までは 水力のスロットリングを行うことはできなかったが、LE-5B からは60%、30%、タービンを駆動させない3%のスロットリングができるようになった。エンジンの燃焼サイクルはガスジェネレータサイクルを採用し、ガスジェネレータで発生させた混合比0.9の水素リッチな低温燃焼ガスを用いてターボポンプを駆動し燃料を昇圧する。 駆動に用いられた燃焼ガスは、ノズル下部から排出される。従来のガスジェネレータサイクルエンジンと異なり、始動時には、タービンスピナや、高圧スタートタンク等のスターターを用いず、クーラントブリードサイクルで動作する。これは LE、LE-5 において、世界で初めて採用された、信頼性の高い始動方式である。始動後の水力の立ち上がりが確認された後、 ガスジェネレータサイクルへの切り替えが行われる。燃焼室はテーパー状のニッケル缶を多数並べ金牢付けした缶構造燃焼器であり、ニッケル缶で構成された冷却ジャケット内に液体水素を流すことで再生冷却を行う。また、その外側を金属板で補強することで耐圧性を確保している。1986年に マクドネルダグラス社から購入の打診があったが、LE-5 での輸出契約は成立せず、すでに開発が開始されていた LE、LE-5A と交渉は移行した。ありがとうございます。